日本列島近海の海流1、黒潮2、黒潮続流3、黒潮半流4、津島暖流5、津軽暖流6、宗谷暖流7、親潮8、リマン寒流津軽暖流とは、津軽海峡を西から東へ流れる海流のこと、津軽海流とも呼ばれる。津島海流は、津軽海峡西口で2分し、津軽海峡を抜けるものを、津軽暖流、そのまま、 北海道沿岸を北上し、宗谷海峡を抜けるものを、宗谷暖流という。津軽暖流の流量は、津島海流の7割以上で年平均流量は、約200万立方メートル毎秒と見積もられている。駆動力は、日本海と太平洋の間の水位差であり、日本海側の水位が1年を通じて、数十センチメートル高いが、なぜ水位差が生じるのか。 その物理的原因についてはまだよくわかっていない。冬季には海峡を抜けてからすぐ日本列島沿岸を南下する場合が多く、夏季には襟も岬の南西約7 4トル付近の太平洋まで達してから南下する場合が多い。流速は1から3ノットで冬季よりも夏季の方が比較的強い流れとなっている。また、潮石による潮位差は 太平洋は大きく、日本海は少ないため、その影響により時刻による流速の変動も大きくなっている。水温は冬でも摂氏7度以上で、成果には摂氏22度まで上がることがある。中央部の塩素濃度は年間を通じて18.75パーミル以上で、塩分濃度は33.9パーミル以上。津軽海峡の最も浅い水深は130メートルほどなので、 津軽暖流の厚さも200メートルほどでその下には、親潮慶冷水が入り込んでいる。原文2年に江戸幕府の金山や銀山の調査で都道した坂倉源次郎の北海随筆によると、塩筋は青森県側から漁費、中の塩、白髪の3つ存在しているとしている。島谷漁吉の津軽海峡の指摘研究には、その詳細を下記の通り解説している。 特に、潮首岬付近は、津軽暖流と親潮がぶつかり合い海洋気象も含め、複雑になっている。アメリカ海洋大気庁の衛星観測データなどによると、海峡東口は、例年夏から秋にかけて、渦ができる。これを、渦モードと呼ぶ。ありがとうございます。